はい、タバコの喫煙動画、手巻きの喫煙動画始めていきたいと思います。今回、買ってきましたのは、マックバーレンのハーフスワレッシャグです。以前、マックバーレンのアメリカンブレンドは買ったんですが、ハーフスワレがね、まあ、ハーフスワレッシャグ、以前買った、なんだっけ？なんか買ったよな。ハーフスワレ、こう、バリシャグだ。バリシャグの、ハーフスワレは買ったんですが、これもしかして、バリシャグとこれ会社同じなんじゃねえの？違うか。まあいいや。まあこちらね。お、マックバーレ。ペーパー。マクバーレンペーパー。ね。よしよし。久々の、手巻き。ハーフスワレット。あ、硬い。めっちゃカッチカチや。ああ、これ削り節しちゃうわ。なんだっけ。かつお節の香りがする。これあれだ、かつお節っちゅうより、あれの香りがする。刻みタバコの、小粋の香りがする。ほとんど小粋と変わらんの。香りが。あ、本当にあれだ。あ、やっぱあれだ。かつお節の香りがする。ものすごく。かつお節です。よし。かつお節。ハーフスワレの、よし。このペーパーを使って、巻いていきましょう。関係ないんだけどさ、このさ、スモーキングのこの、ブラウンなんだけど、これさ、このさ、糊の部分がさ、すげえここ。わかるかな？すげえここのさ、糊の部分だけさ、くるってさ、勝手に丸くなっちゃってさ、なんかすんごい、これ最初いいなと思ったんだけど、なんか、薄すぎるのか、糊のついてる部分だけなんか、その、乗り付けたことによって多分熱くなってこう歪曲しちゃうんだよね。これがちょっと癖になっちゃって多分。残っちゃって、ちょっと。残念なこと。よし、吸っていきましょう。はい。では。マックバーレン。なんか、あれだな。そんなに重くないですね。マックバーレンの、バリシャグのハーフスワレは普通に、なんかめっちゃドカッときて。
美味しかったんですけど。こちらですね。原材料が 30g で、価格が710円。原産国はデンマーク。結構軽い。結構これバージニアの味がするわ。で、ちょっとほろ苦い感じと、まあ、鰹節の香りは別にありませんけど、吸っちゃうとね。ドラムと、ハーフ、基本的にあんまり変わんないみたいですね。ハーフ座りなのかな、ドラムはな。まあ、重い。軽いってほど軽くはないけど、まあ、重いってほど重くもないですね。やっぱり、バリシャグの方が重い。でもあれだな、そう言うとやっぱりちょっと一番ドラムとハーフスワレシャグ、このマクバレンのやつと、あとバリシャグで比べると、バリシャグのハーフスワレで比べると、一番ちょっとあんまりおすすめはできないな。まあ確かに、普通に美味しいっちゃ美味しいのかな。でもあんまり甘さがないんですよね。
でもこのハーフソレは割と強い部類、マックバーレンのバージニアブレンドの方がきついというか、重いらしいですね。見ると。サイトで。バリシャグが、バリシャグのハーフソレはダークケンタッキーとゴールデンバージニア。で、こちらの、マックバレンハーフソレは、ブラックキャベンディッシュ主体のブレンド。スモーキーでインパクトのあるブレンドって書いてありますね。で、このマークバレンのバージニアブレンドってやつは、数種類の厳選バージニア 100% ブレンドっていうことで、結構珍しく、バージニアの 100% ブレンドって結構珍しいのかな。100% バージニアって意外と手巻きタバコの中だと少ないみたいですよね。ゴールデンバージニアだよね。ゴールデン、なんだっけ。大人気のゴールデン、なんだっけ？ゴールデンバージニアだっけ？あれは実は、ゴールデンバージニアは 100% ではないんですよね。バージニア 100% ではない。だからね、俺が吸った中だと、ペペの、グリーン、リッチグリーンだっけ？あれが 100% なんですよね。だからちょっと欲しいですね。マックバレンのバージニアブレンド欲しいな。うん。でもこれは、なんか、割かしなんか、ありきたりな、手巻きの味ですね。別にそこまで特色がない。てか本当にあれだな。バージニア 100% って多分、本当に、ないかもしれない。本当にこの2種類ぐらいしか手巻きないんじゃない？多分。今いろいろ調べてるんですけど。なさそう。なさそうですね。あと、プエブロかな。わからん。そこまで詳しく書いてない。まあ、わかりません。まあ、こちら、ハーフスワレシャグは、まあ、微妙だな。
にそこまで俺はおすすめするほどではないですね。これを買うんだったら、まあ、バリシャグ。バリシャグのハーフ座れか、ドラムを買います。うん。うん、三つ星だな。三つ星。ご視聴ありがとうございました。